今年はちょっと YouTube に力を入れるというね、年にしたいなと思っております。実は。言い忘れてたけど。めちゃめちゃ今更ってもう2月だけどって言われそうだけど。実は僕今年 YouTube 頑張ろうと思っておりまして、8万人目指します。8万人行きましょう。頑張るわ。残り329人。ただ、俺にとっての329人はめちゃくちゃ大きいよな。毎月100人とか200人レベルで登録者が減ってた俺からすると、329の壁めちゃくちゃ大きいんだよな。こないだまでだって7万8000人ぐらいとかだったな。7万8900人とかだったっけな。で、過去28日間で669人増加と。多いのか少ないのか分かんないけど。もう俺にとってはめちゃくちゃ多いんだよな、これ。8万人行くまで耐久配信してみるか。残り100人とかになったらしてもいいかもな。超売れてる YouTuber たちはさ、もう10万人前から耐久配信とかするじゃん。で、すぐ行くじゃん。390万人ぐらいで400万行くまで耐久配信みたいなのあるけどさ、すぐ10万人行くじゃん、登録者数。俺の場合、100人でもマジで24時間かかる可能性あるからね。全然あるよ。1ヶ月でだって600人しか増えないんだから。それを1日で100人集めようってなったら、全然24時間あるよな。今日するの？そんなバカな。あと329人だけど。8万人行くまで帰れまてんを残り100人ぐらいでやる可能性はありますね。まあ、たまにはね、そういう YouTuber っぽいこともしてもいいのかなと思ったりしなかったり。あれ、誰が登録してんだろう。いや、あれは、あれよ。普段見てるリスナーが、とか、普通に視聴者が登録して、一気に行ってるんだと思うよ。この中にもいるでしょ。チャンネル登録してないけど、ライブよく来るっていう人。全然いるんじゃない？そういう人が、まあ、このタイミングで仕方ねえから、登録してやるか、みたいな、っていう感じだと思うけどね。まあ、もちろん、有名 YouTuber になると、通りすがりの人もたくさんいるだろうから、まあ、そういう効果もあるだろうけど。ハルさんがやったら万有の二の舞になりそう。あ、逆に下がるやつだっけ？ いや、俺は YouTube 上で結婚報告とかしないよ。結婚報告っていうか、プロポーズしないよ、俺は。この前やっとした。ほら、やっぱいるんだよな。まあ、そんなもんだよな、別に。俺も登録してないけど、毎日見る YouTuber とかいるもんな。僕登録してないです。え？ YouTube 登録してないのに、メンバーシップには登録してんの？逆じゃない？ 順番間違えてない？今までそうだったけど、今登録者、ああ、ほら。で、こうやって耐久配信すると、ちょっとずつ増えていくんだろうな。ってことは、今ので残り329になったのが、328になったってこと？ありがとうございます。今登録しましたらって。え？チャンネル登録連打しました。おい、それも運や。いつ辞めたかによって、外されてんのかどうか変わってくるで。8万人いったら、佐々木クリスに求婚しよう。いやー、これを機に解除するかってね。いや、まあ、そういうやつもね、こう、ノリで出てくるよな、絶対。俺が8万人、わたーっつって、ありがとう、みんな。2年ぶり？ 3 年ぶり？ 3 年ぶりかな？ 7 万人行ったのが多分、3年前ぐらいかな。3年ぶりに、夢の8万人行きました。ありがとうっつって。その瞬間に、登録解除っつって、絶対いる。俺のリスナーのことだから絶対いる。その悪気があるとかじゃなくて、まあ、悪気なんだけど、なんかこう、悪意があるわけじゃなくて、ただ俺が悲しんでる姿を見たいがために、やるやつ絶対いるわ。VTuber さんだとよく歌ってみた耐久とかし。8万人。ああ、でも俺なんか一回見たことあるかもな。永遠にずっと歌ってる VTuber なんか一回通り過ぎで通りすがりに見た気がする。なんかリスナー30人ぐらいしかいなくて、これ行くわけなくねって思ったやつあった。メンバー以外は今アーカイブ残らないんでしょ。それなら配信時間、今の時間のライブ配信だと登録者、人数増えにくくない？どうなんだろう。むしろメンバーシップ始めてちょうど1ヶ月ぐらい経つわけじゃん。で、その期間に俺登録者669人増えたよね。で、今まではむしろ減ってってたから、まあみんな知ってると思うけど。だから、その何て言うんだろう。逆にアーカイブを見れなくなったからこそ、この配信を見逃したくないっていう、ライブ中の配信を見逃したくないっていう人は多分増えたんよ。ライブを見逃したくないってなると、やっぱチャンネル登録して、通知をオンにして、ライブが始まる瞬間にちゃんと来れるようにするみたいな。だそれをするためにはやっぱ登録しなきゃいけないから。っていう人は一定数はいるんじゃないですか。収益無視して NBA の試合動画使って解説やる。でも、俺はもう収益、何？著作権の申告っていうか、コンテンツ ID のね、通達が来ても、その後、再申請して、いや、これフェアユースじゃないですかって、ちゃんと解説入れてるんで、問題なくないですかって言えば、
その著作権の申請が取り消されるっていうのを私は知ったので、で NBA の試合動画映像を使って解説してもワンチャン、もちろん時間はね、あの1試合丸々やるとか絶対無理よ、絶対無理だけど、そのピンポイントピンポイントでクリップぐらいだったら、あのその、まあ、教育的にっていうか、そのそういう二次利用は OK ですみたいなのがあるから、